パンツァーマイスターの35分の1ミリプラレビュー。皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。今回ご紹介するキットはこちらです。ミニアート連合軍の戦車兵たちです。はい、ご覧の通りイギリス軍、アメリカ軍、そしてソビエト軍ですね。以前ね、僕多分かなり昔ですけど、あまり殺伐としたその情景が好きじゃないみたいなことを言った記憶があるんで、割と持ってるものはこういうリラックスしたポーズのものが多いんですよね。はい、でアメリカ兵とイギリス軍は、スペシャルエディションって書いたんですけど、イギリス軍に関してはこれなんですね。はい、持ってました。はい、パッケージが違うんでね、違うものだと思ってよく見ないで買いましたけれど、フィギュア自体は、はい、確認しましたけど同じもので、アクセサリーが入ってますね。はい、当然新しく発売されてるんで、はい、こちらレビューしていきます。ちなみにアメリカの戦車兵は最近ですね、かなり新しい商品になります。では早速中見てまいりましょう。まずソビエト軍ですね。パッケージに書いてある通りこれですね、砲弾とか、装備品、こういったものがアクセサリーで入ってるみたいです。はい、裏側もこういう感じで塗装地になってますね。はい、組み立て図とパーツになってますね。で、これはパーツ図なんですけど、こっちの方がもう箱に書いてあるんで、この紙には特に書いてなくて、これですね、砲弾ケースとか、これの組み立て図になってます。はい、パーツはこういう構成で、これが砲弾ケースですね。で、これが、消火器ですね、アクセサリーの。あと、フィギュア本体になってます。まず、消火器ですね。消火器っていうかハンドガンですよね。この辺は多分信号拳銃ですか。開いてる状態と閉じてる状態で、携帯してるものはリボルバーですね。これ自動拳銃、トカレフですかね。非常にシャープでいいですよね。こういうところスライド金型使ってきっちり成形していきますね。いや、もうさすがですね。喋らなくていいんで楽ですね。砲弾と砲弾ケースです。同じランナーが3枚あります。砲弾と砲弾ケースですね。砲弾ケースはもう木箱になってて、はい、もう木のディティール、一応凸モールドですけど、非常にリアルでいいですね。はい。あと、砲弾もしっかり2種類ついてますね。ちょっと弾種までは分かんないです。はい、これは空薬莢かな。薬莢ついてますね。はい、こういうところですね。ここもスライド金型使って、多分このためにここ使ってますよね。で、木箱、内側もしっかりモールドされてるんで、本当に目に入りさにわたって、しっかりできてますね。いや、これはかなり使い勝手が良さそうな木箱ですね。戦車兵ですね。これからマスターボックスとかね、あと ICM もフィギュアがあるんでレビューすることになりますけど、同じ国のメーカーなんですけど、やっぱ微妙に違いますよね。顔とかも明らかに、これはね、ソビエトっていうかロシア人なんで、顔つき違うでしょって言われればそれまでなんですけど、かなり違う感じな雰囲気ですね。もう服のシワとかブーツのシワ、はい、腕、手、すごくいいですね。いや、もう本当にじっくり見てくださいでいいのかな。顔がね、本当によくって彫りが深いんで、はい、僕はまだねそんなにフィギュア塗装練習してないんですけど、やっぱり目とか難しいんでね、塗りやすそうだなっていう感じですね。うん、はい、もう一枚のランナーですね。これは服装から言って将校ですかね。はい、うん、面白いのはジャンプスーツをこの軍服の上に着てるんですよね。でそれを半脱ぎっていうんですかね、そういう状態のも入ってるんで、非常に面白いですよね。うん、これタバコ持ってますね。うん、いや造形本当にいいですね。あとミニアートって多分シャレオの時言ったと思うんですけど、プラが少しねやわい感じなんで、切り張りっていうんですか、例えばそのまま使ってもいいんですけど、ちょっとこの辺カットして角度を変えてとか、そういうことをしやすそうな感じですね。うん、イギリス軍の戦車兵ですね。パッケージアートが新しいんで、結構その書き込みがされてるっていうんですか、はい、リアルな感じですね。はい、これも裏面が塗装図、それから組み立て図兼用になってますね。はい、これはもう全部一緒に入ってますね。はい、中身はこういう感じで、組み立て図っていうか、パーツですね、これはね、組み立て図じゃないですね。あと、スペシャルエディションに入っている消火器とフィギュア本体です。一応パーツ図ですけど、こっちのランナー結構豊富に入ってますね。これライフルですもんね。はい、アクセサリーですね。鉄兜とゴーグル。あと、回転式拳銃とホルスターですね。はい、もう結構いっぱいついてますよね。はい、ゴーグルとかもシャープでいいですし、はい、これ、ヘルメット、中までちゃんとディティールついてますね。うわ、これはすごいな。うん。いや、これはこれで使えますね。はい、もう一枚のランナーで、別のまた拳銃と、ホルスター、ハンドガン、オートの拳銃も入ってますね。もうこれ1911っぽいな。はい、あとライフル、エンフィールドですけどスコープがついてて、どう見ても狙撃銃ですね。はい、もうかなり豊富についてると言っていいですね。スペシャルエディション。まず1枚目のランナーですね。はい。イギリス人ですから顔がさっきのと全然違いますよね。はい、服のディティールもすごくいいですよね。で手もね手と腕、手首のところで分割とかしたりしてるんで、かなり自由な動きをさせられそうですね。これヘッドセットですか。うん、はい、戦車兵のヘルメットはまた別についてますね。ゴーグルとかもあるんで、さっきのアクセサリーのパーツ、ディティールがかなり違ってて、あっちの方が新しいパーツなんでしょうね。うん、これもこれで素晴らしいですね。はい、この辺とか、これ多分もう一体形成されてたらレジンですとかって言ってもいいぐらいなのかな。うん、はい、さすがに内側はないですよね。これが普通ですよね。はい、もう一枚のランナーですね。うん、これベレー帽かぶってますね。いやもうでも顔本当にいいですね。うん、多少バリが出てるんで、そこそこフィギュア自体は前のものなのかもしれないですけど、でもディティールっていうんですかね、刻印、いやほんといいですね。へえ、いやいや見入っちゃいますね。うん、この機と基本結構手首から分割されてますね。うん、特にまあタボっていうんですか、そういうものはないですかね。はい、はい、最後アメリカの戦車兵ですね。はい、まあ、これもさっきのやつと同じ方がボックスアートを描いてますね。うん、塗装の参考になりますよね、これね。はい。裏側同じように、まあ、組み立て図兼塗装図ですね。はい。ヘルメットがこういう分割してますよっていう感じで、うん、かなり凝ってますよね。はい。これも全部一緒に入ってますね。内容はこういう状態です。パーツ図、それから、多分ここはアクセサリーがスペシャルエディションで、これがオリジナルの戦車兵ですね。で、多分これもおまけでデカールが入ってますね。パーツリストですね。はい。まあ、多分この辺がスペシャルエディションに入ってるもので、これはいいですね。これは上手な人でないと書けないと思うんで、はい、僕は非常にいいと思います。はい、デカールですね。はい。まあ、袖につく階級章ですね。あと、所属。多分、第1と第2が両方ついてますね。はい。アクセサリーですね。まあ、ハンドガンですね。まあ、リボルバーとオートマチックですね。まあ、これも明らかに1911ですね。あと、まあ、マップケースとか、双眼鏡入れ。これ、まあ、双眼鏡ですね。で、カメラついてますね。はい。これが、戦車兵のヘルメット。それから、まあ、携帯用の消火器ですね。はい。同じランナーが2枚あります。まあ、携帯用の消火器ですね。グリスガンですね。まあ、これ、マガジンポーチ。で、これは、なんだろう。ストックかもしれないですね。マジ。で、ゴーグル。はい。ホルスター。あと、タンカーズヘルメットですよね。はい。これはもう多分明らかに新しいパーツで、はい。もうご覧のように、中側もしっかりディティールがついてて、かぶっちゃえばわかんないんですけど、これ例えば、外して吊るしておいたりすると非常に映えますよね。うん、いやすんげえな。戦車兵のフィギュアです。まず結構バリが出てるんで、さっきのイギリスの戦車兵結構バリあったじゃないですか。僕がまあダブって買ってる元々のやつの方はバリがあんま出てなかったんで、やっぱり結構生産してるってことですね。まあ金型もね、消耗品ですからね。タンカーズヘルメットとかも全然ディティール違いますもんね。うん、新しいのを入れてもらえたのは非常にいいっていうのと、顔が全然違いますよね、やっぱりね。うん、僕だけじゃないと思うんですけど、日本人って多分人種ってあまり意識なくて、白人の人ってあんま区別できないんですね。多分白人の方、ヨーロッパの人とかアメリカの方だったら、彼はアメリカ人、彼はヨーロッパ人、はい、イギリス人だろうとか、はい、まあ言葉も含めてね、多分分かると思うんでしょうけど、僕らにはほとんど、はい、パッと見では区別がつかないんで、やっぱりこれだけ顔が違えると、やっぱりアメリカ人、まあこういう顔してるよねっていうふうに見えますよね。うん、いやこれは面白いな。はい。まあシワ、手足、はい。ディティールはもう素晴らしいですね。はい、もう素晴らしいですね、この手はね。加工の必要が一切ないと思いますね。うん。もう一枚の、はい、フィギュアですね。まあ、当然全員顔が違います。うん、まあ当たり前ですけど、うん、動きもね、見る限り非常にナチュラルでいいですね。これ袖まくりしてますね。うん、すごいですよね。ヘルメットを意識入れてもらえたのは非常にいいですね。うん、明らかに新しいパーツの方がハイディティールですよね。はい、パーツの紹介は以上です。総評です。フィギュアの出来に関してはもうご覧の通りで、僕的にはもう申し分ないっていう感じですね。はい、一番興味深かったのは顔ですね。はい、レビュー中にね、僕だけじゃないと思うんですけど、やっぱりその白人の人のその人種って日本人の人は多分あんま分からないと思うんですけど、多分当該の人たちは分かると思うんですよね。そういう特徴っていうんですか、そういうのをリアルに再現してて、多分ヘッドだけ見たらなんとなくこう仕分けられるようなみたいな感じになってたんで、そういう意味でリアルにできてるなっていう感じです。あともうアクセサリーはもう本当にあれはもう本当に素晴らしいですね。出来がもうその生産の年代がかなり新しいっぽいんで、非常に役立つと思います。はい。あと当初ね、前回こう手持ちのキットこれだけありますっていう感じで積んだじゃないですか。でフィギュアばっかりだったんで、正直もう僕はもう多分がっかりした人結構いるんじゃないかなって思ってて、でいくらねそのサポートのために集中的にやりますって言ってもフィギュアばっかになっちゃうわけですから、事実上は。なので視聴者の人にとってはしんどい結果になるかなって思ってました。はい、ただこれも本当に個人的な感想というか、申し訳ないんですけど見比べた感じもこれだけ全然違うようなものが入ってるんで、僕自身はこの後マスターボックスとか、ね、ICM やりますし、でドイツ軍のものも当然あるわけなんでちょっと僕は楽しくなってきました。はい、フィギュアたかがフィギュアされどフィギュアみたいな感じで結構これは個人的には楽しんでレビューできそうな気がします。はい、お前が一人で楽しんでどうするんだっていう感じですけど、やっぱり、楽しくないと続かないと思いますから、はい、お付き合い、皆さんも頑張って、お付き合いください。はい、今回のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァー、ノーライフ。